矛盾だらけの法律いらない、矛盾だらけの法律いらない、説明できない法律いらない、説明できない法律いらない、消防隊は今すぐ廃案、今すぐ廃案、今すぐ廃案、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 廃案。ちょっと様子を見ましょう。ご参加の皆さん、大変ご苦労様です。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。法務委員会でたった今、与党、そして維新の党によって、共謀罪法案の強行採決が行われました。満身の怒りを込めて、断固として抗議したいと思います。今日の質疑の中でも、大臣が答弁するたびに、新しい論点が、新しい疑問が、新しい懸念が次々と出てきました。これに対して全く答えることなく、安倍政権はこの法案を強行した。これはまさに数の力の公共強行ではないでしょうか。私は議場にいて、委員長が何か喋っている様子を見ましたが、何を喋っているのか1メートル横にいてもわからない、こういう状況でした。あんな採決絶対に認めるわけにはいきません。数の力の応募、これを皆さんの力で、国会内外の力でこれから押し返していく新しい戦いが始まります。私たち日本共産党は皆さんとしっかり連帯して、必ずこの法案を早めに追い込んでいくために全力を尽くしてまいります。共に頑張りましょう。安心社会を作らせないぞ、安心社会を作らせないぞ、一国社会を作らせないぞ、一国社会を作らせないぞ、市民監視の法律いらない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 。